はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、とっちゃんです。SG556 あるターンやっていきたいと思います。これ、まあ、SG556 だったら何でもできるんですけど、ただ、あるターン持ったんで、これでやっていきたいと思います。で、あるターンの、バレル結構優秀で、まあ、バーストバレルなんて 0.99 上がるし、ロングレンジなんて、ね、8.1 上がるんで、かなり優秀だと思います。で、今回は何やるかっていうと、こちら、バーストになってないや。バーストバレルつけて、この武器、このカスタムでやっていきたいと思います。で、これね、なんでベテランメカニズムつけてるのっていう人、気になると思うんですけど、これつけた方が、指切り打ちがね、精度良くなるんですよ。これつけないでやるんだったら、まあ、フロート打ちに近いことやった方がいいんですけど、これもなかなか、つけると面白い打ち方に変わるというか、やりやすくなるんだよね、個人的にはね。なので、つけてます。ただ、プロトと RC に関しては、ハンド抑制だからね、上げた方が、つけた方がいいかなと思います。で、これ何入れてるかっていうと全部ファーマスですね。で、これね、1段階目しっかりしてるんで、2、3段階目ファーマス、アイスフォックスとか2本ぐらい入れたら多分超強い SG556 アルタン。まあ要は射程がこれ69ぐらいで、68とか69ぐらいで攻撃力が40近いみたいな、そういう SG556 が完成します。ということで、これなかなかね、射程短くなってますけど、まあ、前回同様、連射15あれば射程関係ない説を押していこうと思います。やっていきましょう。はい、こちらでやっていきましょう。まあ、指切り打ちがどういう風にできるかっていうと、普通に打つと、まあ、こういう感じになるんですけど、まあ、一応ね、こういう風に、だからこれすごいバインバインするでしょ？こういう風になるんで、これをうまく利用していこう。こういう風に中断できます。ちょっと難しいけどね。邪道な武器なんで、邪道に使っていきましょう。え？あ、びっくりした。まあ、一応、ベテランメカニズム、連射精度とかいろいろ落ちてしまうけれども。落ちてしまうけれども、まあ、できなく、頑張れなくはないんでね。頑張っていきましょう。あーっと。やば、早すぎなんだけど。おもろすぎやろ、この武器。1対1だったら強そうだけどね。めちゃくちゃ強そう、1対1なら。ほら、やばいよ。あー、危ね。落とす速度だけはえぐくない？あー、暴走しちゃった。やばいよね、この。これやばいよな、マジ。なんかバグってんのかなっていうぐらい連射してんだけど。バーっつって。やっぱ前回のジオンより、しかも、まあちょっと現実的なんですよ、集団性が。それがまたいいよね。あ、無理やった。ただ使い方はめちゃくちゃ難しいけどね。おお、味方強いな。すごい進んどるやん。ちょ、来ないかな、一回後ろ。こうガン置きするから、ここで。来ないね。おお、マジで。ちょっとショットガンはきついぞ。あー、やべえな。スナイパー下も置いてるし。上取られてるさ、だからこれはきついね。超絶きついね。味方が後ろ取ってるっぽいからね。あれうまくいったら強いんじゃない？そう、しっかりここで頭入れるって。あー！もったいない！しかも右上にもいたしね。どっちにするやられてたと思う。ちょ、マジで一回来てほしい。普通に真正面で一回撃っちゃってみたい。来ねえかな。いやー、来ねえか。あー、暴走した。暴走した。電車速すぎて暴走する。面白いけどね、使ってる分には。じゃあこれ右クリ一応できます、こういう風に。ただ、まあ、使わないけどね、俺はね。使わなくても、使ってもあんま変わんないからね。おー！むずいぜ、マジで。
さあなんとかでもこいつの距離期間でやれれば。ああ、やった、マジどうにかこうにか一回真正面でやりたいんだけど、ぜひともやらせてほしい。あー、見ないで。あー、最悪。あー、終わってしまった。これでやりたい、なんとか。はい、やっていきましょう。ガッツリいっちゃおうかな、もうこれは。いける？いける？あ、いけちゃう、いけちゃう。マジかよ。結構入れてっけど、やっぱ火力がね低いからしょうがないね、これに関しては。あと10ぐらい、本当に10近く上がれば、6か6ぐらい上がればもっとダメージ入ると思いますんでね。50近くは入るようになるかな、さすがに。防御28でも40近くまで持っていければ上振れ50は入ると思います。ある距離だし、そうすればね、もうちょっと楽に倒せるのかな。こことかすごいよね。1、2、3、4、5、6、7。あ、これジオンよりひどいね。ジオンでもだって19だが、そんぐらいは言ってたよ。腕ダメ。お、すごい、強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 い。ワンオツ、あー、惜しいですね。なので、まあ、しっかり一人ずつ相手にするようなイメージ。あ、でもこれ腕ダメ、腕ダメじゃねえや。足ダメか、今の。足ダメでしたね。腕ダメだと思っちゃった。おい、それでももうちょっと入ってくれてもいいのに。とう、これアンテナ中グレネードです。ん、どこで死んだ。あ、これ下か。マガジンチェンジ。さあ C4 回収しましょう、さっさと。でも連射力こそ正義だよ。うわ、マジ頭しょっぱでもらったんだけど、瀬戸さん、まさかのヘッショ2発、痛すぎる。というわけで、もう一回僕ダメージ見ると、あ、これならなんとかやっていけそう。これ腕、胴ダメちゃんと入ったら、あのね、これ腕ダメ多い理由が、めっちゃ横にブレるんですよ。バーって。しかもブレる範囲がこの肩幅ぐらいにブレるんで、これしょうがないんですね。腕ダメ多くなっちゃうの。こう横にブレてこう当たっていくんで。なので、あんまり胴ダメってのは、まあ入りにくいね。初段からブレるし。これはしょうがないんですよ。腕ダメ多いの。だから胴ダメがもし振り分け多かったら、ラッキーって、ラッキーかもな。モーション多かったらもうちょっと楽にね。ほら横にブレるでしょ、これ。これで腕ダメになっちゃうんですよ。だジオンは縦ブレなんで、まあ、大体頭にぶつかってくれるんだけどね。やべ、やった。どこだっけ、ここかな。手榴弾強敵。俺が言ってあげないとね、ここは。ここはね、ここはまあテロ側からまあゆっくり出て切り開いていければと思いますよ。あぶねえ、なんか敵だと思ってた一瞬。いないね、いないね、いないね。お、どうした。そこでいいんだ。
爆弾が設置された。さあ、前か後ろか。あ、こっちか。あ、暴走する、マジ暴走する、どっか行っちゃうんだけど。まあこれでまだ未完成だからね、しょうがないんだけど。ちなみにロングレンジで暴走します。これは変わりない、この暴走に関しては変わりない。あれ取れてない、マジ。やらかしたー。まあでもあの一瞬で5ダメ入れたね。基本やっぱこれとか振り分けいいけど、これで、あーマジでうまくいったら4発落としできるね。だもうちょっと火力上げたいな。4発落としできるんだったら神武器だわこれ、マジで神武器。実質3発で落ちてるようなもんだよ、早すぎから。さあこれはどこ行こうかな。いやー絶対勝てると思ったら一覧でも落としました。まあ俺はね普通に死んでたけど。これやばいね、5とかしか食らわなさそう。まあここよ。これやばいんじゃない？あーですよねー。さあこれはセンター行きましょうか。これ前の、あ、やべ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 、あ、味方やってくれた、味方が削ってくれたの倒しただけ。やべえ、判定を消す。いや暴走する、もう2つ置いておきましょうか。でさっきちなみに4発落としができてましたね、あれびっくり。これはまあすげえな、何これこれやべえな、ここマジ欲しいな。これもな、ほんと欲しかった。あの制御がちゃんと俺ができればね。おー、ワンワンですよ。いけたんですが、最後当ててないですね。あ、これは取ってくれるでしょう。さあ、なんだく味方取ってくれたんで、ラストラウンドにしましょう、これで。やっぱダメージついてくるね。すごくついてくる。ダメージがね、低すぎっから、やっぱ倒すだけで、ほんとに。危ない、危ない、ああまたセットスやられましたね。すごいすごい、頭飛ばしてる状態で118入んだねこれ。3発落としどうどう頭ですよ。これもあれだね、おそらく頭飛んでるねこれもね。ここはね、まあ味方のおかげですね、これに関してはね。見てこれ、マーシャル37入れてこっち28だからねまあ、10ぐらい違うね、これね。上振れ数値でね。10ぐらい違うね。まあまあまあ、その代わりね、連射力、マーシャルよりね、4高いんでね。もちろんすごいですよ。やっぱり。さあ、これも多分味方が難なく取りそうな感じがしますね。はい。というわけでね、あの後普通に負けました。ということで、まあ、結構頑張ったんですけど、やっぱ火力ちょっと低すぎてダメですね。これも、まあ、しっかり、改造して、まあ、せめてジオンぐらいの、強さにしたら、多分自分より使いやすいと思うんだよね。だからこれを目指してちょっと頑張りたいなと思います。こいつもね、まあまあ、バーストバレルつけた状態でちょっと比べてみるか。せっかくだし。まあ、多分こいつ超えれそうなんだよね。なんか、アルタンの方だ、アルタンってか SG556 な、超えれそうな気がします。バーストバレルつけて、あれこれ、あ、そうか、これ今リザード入れちゃったんだ、一回。そうだそうだそうだ。リザード入れちゃったんで、ここが、変わっちゃってるね。ああ、もったいないことしちゃったか。
まあ、前回のやつちょっと見比べてもらえばわかるんですけど、前回とか前々回かな、ジオンの連射15のやつ見てもらえばわかるんですけど、ダメだ、ダメですね。ごめんなさい。皆さんに見せようと思ったんですけど、うまく見せれなかったです。まあ、バーストバレー入れて、このぐらいの火力まで持っていければ、多分相当強いですね。でね、連射もここ近ければ、多分ジオンより打ちやすくなると思うので、まあ、あと、まあ、カスタム次第ではあるんですけど、あと何入れるか。あと、ファイアフォックス、アイスボックスか。アイスフォックス、しっかり、全部入れたとしたら、まあ、高すぎるからなんだけど、まあ、このぐらいの安定感出るんで、めちゃくちゃ強いと思います。で絶対強いね。いや、アイスフォックスマジ4個入れたい。あ、3個か。4個入れたらやべえ。3個入れて連射 13.51 まで伸ばしたいですね。マジでこれやりたい。だから目指すはアイスフォック。まあ、1段階目かなり成功してるんで、2個入れして伸ばしたいですね。なんとか、このうち資金面がね、余裕できたりしたらやりたいなと思いますので、楽しみにしてください。まず可能性の塊なんでね。はい、というわけで今回は SG556 アルタ昔の武器で可能性を感じましたということで、まあ、そのうちロングレンジバレルでもっとまともな感じになったらやっていきたいと思います。はい、というわけで今回はここまでになります。お疲れ様です。